何なんだお前ら。何だとは失礼。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。こっちも同じだ。こんなに手応えがありそうな怪人は久しぶりだ。地底人、我々は地球人だ。ヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。師匠は俺が守る。ふざけ弱小種族が。
子たちが随分と世話になっているじゃないか。忘れていた。この戦いの高揚感は。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格の披露じゃば。さあやろうか。俺は強くなりすぎた。今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機、鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機、竜、いくつもの町が壊滅する危機、神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。
道協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これはヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。待ってください。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人、俺たちだ。行くぞスマイルマン。勝利しろ。ほら、よっと。ついてこれるか？無意味な抵抗だな。いかわしい病原菌め。こいつでどうだ。準備完了。ついてこれるか？あまり損ないが。ついてこれるか？ここだ。死の恐ろしさを思い
何者？趣味でヒーローをやっているものだ。何だその適当な設定。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって地球は一個の生命体である。貴様人間どもとそれが生み出した害悪文明を増す。私は地球の意志によって生み出されたのだ。それを知らない。死にだと終わっちまった。クソだれ！
行きましょう。
まだまだ。イナズマックス、ただいま参る。何をしよう。